マクシミリアン一世、マクシミリアン1世、1756年5月27日から1825年10月13日は、最後のバイエルン戦抵抗、マクシミリアン四世、ヨーゼフ、在位、1799年から1805年、及び初代バイエルン王、在位、1806年から1825年。全名は、 マクシミリアン・マリア・ミハイル・ヨハン・バプティスト・フランツ・デ・パウラ、ヨーゼフ・カスパール、イグナティウス・ネポムク、マックス・ヨーゼフの愛称で知られる。ビッテルス・バッフ・ハケ・ヘ・プファルツ系冒険ツ・ワイブリュッケン、イコール・ビル・ケンフェルト家に、フリードリ・ヒ・ミハイル講師の三男として、シュベチンゲンで生まれた。母、マリア・フランツィスカは、プファルツ選帝公家ある四世、フィリップ・テオドール、後に、 バイエルン選帝公を継承の最初の日、エリーザベト・アウグステの妹であり、先代の選帝公カール三世、フィリップの外孫だった。1767年に、父が死去したため、父方のおじつバイブリュッケン公、クリスティアン四世の貢献の下で育った。1777年に、フランス陸軍大佐として軍部に就き、すぐに少々まで昇進している。アルザスが、 フランス領となって、以降、ツバイブリュッケ県系は、アルザス軍の指揮官職を得ていた。マクシミリアン・ヨーゼフも1782年から1789年まで、ストラスブールに配置されていたが、フランス革命が勃発すると、オーストリア軍に移り、フランス革命戦争初期の海戦に参戦している。1795年、マクシミリアン・ヨーゼフは、子供の内野に、 カール・アウグストの死去により、兄が継いでいた、ツバイブリュッケン公くらいを継いだが、所要はフランスに占領されていた。1799年には、カール・テオドールの後継者として、バイエルン選定公に即位した。カール・テオドールは、即位時の経緯、バイエルン継承戦争を招いたもあって、バイエルンでは不人気であり、彼と対立していた、ツバイブリュッケン公家のマクシミリアン・ヨーゼフの即位は、 領民から歓迎された。フランスとフランス系盲思想に共感を持っていたマクシミリアン・ヨーゼフは兄の代から官僚として仕えていたモンジュラ博を徴用し様々な国政の改革を行った。農業と商業の振興、法の改善や新たな法典の制定、旧来の特権を無視した課税の均等化などである。一方で修道院の多くが弾圧され、 その収入は教育などの目的に使用された。マクシミリアン・ヨーゼフは、ドイツ民族主義の高まりには終始共感を抱かず、その外交政策はもっぱらビッテルスバッハかあるいは、バイエルン国家の利益のみを優先していた。1813年まで、バイエルンはナポレオン・ボナパルトにとって、最も忠実なドイツの同盟国だった。この関係は、 マクシミリアン・ヨーゼフの長女アウグステア・マーリアとナポレオンのヨーシュー・ジェヌード・ボアルネとの結婚で強化された。1801年のリュネビルの和訳ではラインプファルツ地方、ツバイブリュッケン公国、ユーリヒ公国などを正式に放棄したものの、1805年のプレスブルク条約によってバイエルンはシュバーベン地方とフランケン地方を獲得した上で王国に昇格した。 マクシミリアン・ヨーゼフは1806年1月1日にミュンヘンでバイエルンに即位した。バイエルン王マクシミリアン一世はライン同盟に加盟していた王公のうちで最も重要な一員であり、ナポレオンとの同盟をライプツヒの戦いの直前まで維持したが、オーストリアに地位と領土が保証されたことで反ナポレオン側に回った。しかし1814年のパリ条約では、 旧ビュルツブルク公国と引き換えに、チロルをオーストリアに返還している。ウィーン会議に、マクシミリアン一世は自ら出席したが、ここでもオーストリアに対して、さらに譲歩しなければならなかった。旧プファルツ選定公国の一部、現在のラインラントイコール、プファルツ州南部プファルツ地方、飛び地となったを返還される代償に、インカワ沿いの地域などを活用させられたのである。 マクシミリアン一世は、領土の一体性を維持するために奮闘したが、失望に終わった。その後ウィーンで、マクシミリアン一世は、バイエルンの独立を脅かす、どのような取り決めにも強く反対した。新たに成立したドイツ連邦が緩やかな、主権国家連合の形態となったのは、ドイツの両方君主に、完全な主権を認めるべきであるとする、マクシミリアン一世の主張によるところが大きい。 ドイツ連邦の条例は、法としてではなく、国際協定として宣言された。1825年10月13日、ミュンヘン近郊のニンフェンブルク宮殿で死去した。バイエルン王位は、長男ルートビヒ一世が継承した。マクシュミリアン一世の知性に建設されたバイエルン、国立歌劇場の前提は、彼の愛称にちなんで、マックス・ヨーゼフ広場と名付けられ、 奇上のマクシミリアン一世の銅像が立っている。彦コで有名なルートビヒ二世と並び、キューバエルン王国のシンボルとして今なお、ミュンヘン市民に親しまれている。生涯に二度結婚している。最初の日は、ヘッセンイコール、ダルムシュタット砲白氏、ゲオルク・ビルヘルムの娘アウグステ・ビルヘルミーネで、1785年9月30日に、ダルムシュタットで結婚した。 この最初の人の間には、以下の二男三女を設けた。1796年に、アウグステ・ビルヘルミーネと死別すると、1797年3月9日に、バーデン大公聖子カール・ルート・ビヒの娘カロリーネと、カール・スルウェで結婚した。二人目の人の間には、以下の一男六女を設けた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。